日本とアメリカでの EP3 電子戦偵察機共同訓練が開催されたこともあり、東シナ海での防衛事情は変化しているようです。そして、尖閣諸島への中国の動きが変わってきました。いきなりですが、日本のテレビが報道しないことは結構多いと思いませんか？例えば、2011年の東日本大震災の際、いち早い台湾の援助については、被災地以外で知られるようになったのは数年後でした。なぜ遅れたのか、疑問は残っています。今回は、このように報道されないニュースの一つ、南シナ海を、海自の P3C 哨戒機が飛行したことに、中国が猛反発。しかし、日本は無視したという件について紹介したいと思います。日本領である尖閣諸島周辺海域へ何回も侵入行為を繰り返し、漁船を追跡するなど、次第に行動が過激化している中国ですが、領海侵犯されても、日本は武器での攻撃はできず、退去を呼びかけるという丁寧な対応を強いられています。そんな中国は、2021年2月、自国領と主張している南シナ海上空の無断飛行を日本政府に非難する動きを見せています。もともと、中国は南シナ海の約 80% の海域を自国領と宣言しています。昔々はそうだったのかもしれませんが、現在は全く違います。中国の勝手な言い分は、日本だけではなく、台湾やフィリピンなど周辺国との紛争の原因になり、しかも、長らく継続するものになっています。今回は、中国が自国領と言い張るミスチーフ省上空を、海上自衛隊の航空機が無断で飛行したという指摘でした。当時の岸信夫防衛大臣は、2月26日の記者会見の席上、海自の P3C 哨戒機の飛行行動は、国際法に照らした上で、適法であると、改めて宣言しました。つまり、この海域の中国の領有を認めないという従来の立場を主張したものです。南シナ海では、アメリカが艦艇を派遣する、航行の自由作戦が、定期的に展開されています。2021年には、フランスの攻撃型原潜も、南シナ海を航行すると、明言しているようです。これと歩調を揃えるように、イギリスも、2021年には、最新鋭航空母艦クイーン・エリザベスを派遣すると、決定しました。この上艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の両方の飛行隊を艦載させる予定とされています。つまり、中国が主権を主張している南シナ海に、大国の艦隊が派遣されるというわけですね。こういったアメリカやヨーロッパ主要国の動きを見ると、西側諸国が一致団結して、南シナ海を含む周辺海域へ、中国が進出しつつある状況を牽制するものではないかと推測されているのです。とすれば、日本には朗報ですが、果たして中国に効くのかは不明です。何と言っても、相手はあの中国です。外国艦隊を見てビビるほど、可愛げのある国とは思えませんし、逆に反発して、軍備増強に力を注ぎそうです。中国は、南シナ海への進出行動を一気に加速させています。特に、この海域の南沙諸島には、人工島を7カ所も作っていますし、現在も、その人工島内整備に、毎日毎日励んでいると思われるのです。詳しく紹介しましょう。今回争点となった、ミスチーフ省を含む南沙諸島に、中国が人工島を建設していると、国際的に認識され始めたのは、最近のことでした。2014年、平成26年、
頃と言われ、たったの2年で7カ所の工事を終了したことになります。その動きが人工衛星などから見つけられなかったのだろうかと疑問に思ってしまうのですが、難しいことだったのでしょうか。人工島の基礎となったオークは、ミスチーフ礁と同じような干渉でした。満潮時には水没してしまうような小さな暗礁だったのですが、中国は強引に埋め立て、盛り土をして、あっという間に人工島にしたのです。そして、実効支配を確立させたというわけです。この人工島の中でも、特に注目されるのが、ミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スービ礁の3カ所です。この3カ所には、大型旅客機が離着陸できるほどの大規模な滑走路が整備されているとみられ、戦闘機から爆撃機まで、どんな航空機も運用可能な施設であるとまで推測されるのです。滑走路だけに止まらず、中国は前述の人工島に様々な施設を建築しています。確認される施設は、軍事関係だけではなく、いわば民間施設まで含む多様な建造物が認められるそうです。人工島は港湾部分整備も進められているので、航空戦力だけでなく、海の軍事拠点としても重視していることがわかります。つまり、中国以外の国にとっては、この干渉が脅威になり得るということでしょう。中国が軍事関連施設以外の施設をあえて建造する理由を推理してみましょう。中国の賢い、ずるい狙いが伺えると思います。つまり、軍事施設以外の建物で軍事施設を守るという戦術でしょう。軍事施設とは呼べないものの、代表としては気象観測施設が一般的です。しかし、この場所が干渉だった時代、満潮時には水没していたので、ここに居住することは不可能だったのです。しかし、今の人工島に住人はいます。つまり、中国は生活できない場所に強引に土地を造成し、民間人を送り込んだのです。ここで、最近のアメリカ軍の戦術を見てみましょう。アメリカ軍は、イラク戦争など、中東の戦闘において、軍事施設のみを標的にした、ピンポイント攻撃を主として行うようにしています。民間人や民間施設を攻撃したという国際的世論の非難を交わす上でも、そうせざるを得ない状況なのでしょう。30年ほど前の湾岸戦争やイラク戦争で、誤射とは言いながら、民間人や施設を攻撃し、多大な犠牲を出したことは忘れてはならないことです。優秀なアメリカ軍の精密誘導兵器を使っても、面積の小さい人工島では、意図した標的に命中できても、軍事施設以外の建物への被害を考慮して攻撃を手控える可能性が高まることは簡単に想像できますね。人間の盾は設置した側も批判されますが、攻撃した側も批判は免れません。中国が人工島に民間人を送り込んだのは戦術としては優れたものと言えるでしょう。さすがは天才標本者孫子を生んだ国だと、妙な納得をしてしまいます。民間施設ではないかという不安を無視して攻撃を強行すれば、非軍事施設を巻き込んだ非道な攻撃と中国が国際社会に自分の立場を正当化できると考えているのでしょう。アメリカとしては、中国に、そういう理由を与えるわけにはいかないのです。現在のところ、中国とアメリカが、実際に軍事衝突すれば、
戦場となるのは南シナ海が最有力と推定されていますから、戦略的には中国が優位というのが現実かもしれません。韓国が不法に占拠している日本領の竹島をはじめとして、人工島とはいえ、こうした本土から遠く離れた島嶼部における動きは実効支配を確立したものに分がある、つまり早い者勝ちということが明らかになっています。いくら昔からの主権があると言っても、実質的に支配してなければ理不尽ですが、支配権は認められないということになってしまうのです。そういえば日本も散々揉めた挙句、尖閣諸島を国有化しましたが、そのまま放置して何も手を打ってはいないですよね。日本の領土と主張しても、その場所に中国人がいたら声を上げているだけで何もならないのではないかと思います。なんとかならないものかと思うのですが、今の政治家は馬鹿正直に白か黒かアメリカか中国かを選ぼうとする頭の固い人物ばかりに思えます。八方美人と言われようが、アメリカも中国もうまく手のひらで転がし、老獪な手腕で上手に立ち回り、日本の立ち位置を確固たるものにしてくれることは期待できないのでしょうか。